俺チェロ奏者になるのが夢なんだ。聖司君がイタリアに行ってる間、私もっと勉強して書くから。物語バロン、久しぶり。聖司君はイタリアで夢を叶えて頑張ってるのに、編集者の仕事もろくにできないやつにいい本なんか書けるわけねえだろ。頑張らないとな。頑張りますか。10年やってきて何者でもなくて、どうしようって相談したい相手は遠くにいて会いたい時に会えない。分かってるけど分からないんだよ、自分がどうすればいいか。この空に耳を澄ますんです。そうすると心の声が聞こえてくる。出てるんじゃない、答え。天沢君に会いに行くんでしょ。悲しみのない。雫来ちゃった。2人の物語に日本中がまた恋をする。耳を澄ませば。